あ、へ、あ、ほ、へとほでお腹をへこませて、あ、へ、あ、ほ、OK です。アヘアホ体操の下野まさひろです。今回は自宅でできる肩の動き付けについてお話しします。五十肩とかですね、腱板損傷とかしてしまうとですね、肩の動きが悪くなってきてしまったりとか、あとは痛みがなくなった後もですね、なんかこう動かなくなってきてしまったりとか、あとは代償運動って言って、例えば腕を持ち上げた時に肩関節以外がこう動いてきてしまうんですね。こういうのを代償運動って言うんですけど、この代償運動が起きてしまうことがあるので、なるべくリラックスして肩関節の可動域を広げるトレーニングをやっていきます。その時にですね、すごく役に立つのはこれですね、椅子。床にこのように座っていただいて、椅子の上に肘を置くんですね。そこから腕を動かすだけ。腕を動かす、いろんな方向に動かすんですね。例えば腕相撲するように動かしてみたりとか、逆に前側に動かしてみたりとかですね。で、その拳の角度を少し変えてみると、肘をつくとですね、肩がリラックスできるんですね。肘を置くことによって肩関節の周辺の筋肉の緊張をほぐすことができるんですね。リラックスした状態で、そこからいろんな方向に動かしてみるんですね。これで動き付けをする。今僕のですね、腕の角度は90度よりも少し下にありますね。まずはこのように肩関節はこう90度よりも下の状態からスタートさせるとですね、いいですね。そうすると、より動かしやすくなってきますね。これは肩関節、これ内旋というんですね。内旋方向、こっちの方、こっち外旋というんですけど、この内旋と外旋の動きが硬くなってくることが多いので、まずはこういう状態で動きをつけていく。そして少し不規則な動きをする、腕相撲するような感じとか、腕相撲で勝つ感じとか、腕相撲で少し負ける感じとかですね。こんな動きを作る、いろんな方向にですね、動かしてあげる。肩関節ってですね、どっかのちょっとしたタイミングでこうインピンジメントって挟み込みが起きることがありますね。五十肩とかですね、ちょっと痛い経験をしてしまった方はですね、リラックスした状態で肩関節の動き付けをしていただけるとですね、すごくいいです。肘を置くだけです。これで少しずつ慣れたら、この肘の高さを高くしてみるんですね。こういうふうに少し高くする、角度を少しですね、90度ぐらいにして、これでまた同じようにする。この角度でもいろいろとちゃんと動くようにですね、可動域をつけていく。肩の力も抜いた状態で肩関節の動き付けをすることができます。肩関節が動いてるんですね。こうした時は肩関節が内旋くるっと回転して、で逆の時にはこっち側の時は肩関節逆側にくるっと回ってるんですね。この動き付けをしています。で不規則な動きも入れていきます。これを1日1分毎日続けることによって、肩関節の可動域が広がって、肩の代償運動がなくなってきます。ぜひご自宅で続けてくださいね。はい、改めましてアヘアホ体操の下野まさひろです。このチャンネルではアヘアホ体操が12年間培ったノウハウを惜しみなく発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アヘアホ体操楽しいですよ、ワクワクしますよ。あーへー、あーほー、あー。